e ベースボールプロリーグ e 日本シリーズ。3ヶ月にわたる戦いを勝ち抜き、この舞台にたどり着いたのはセ・リーグ代表横浜 DeNA ベイスターズ、そしてパ・リーグ代表福岡ソフトバンクホークス。ソフトバンクはこの日打撃3冠のキャプテン加賀谷がまさかの欠場。大黒柱不在の中、どんな試合を見せるのか。ルールは3イニングごとにプレイヤーが交代、2戦先勝したチームが日本一に輝きます。第1試合、いきなり試合が動きます。1回の表、DeNA の攻撃、ツーアウト1塁の場面。ツーアウトです。ファーストに一つ牽制を入れました。さあ局面が動くのかどうか。スリーツーから真ん中に入ってしまった。まさかの失投、捉えた辻春。 DeNA ベイスターズ、まずは大竹に2点を先制。一方ソフトバンクは2回、ツーアウトながら2塁1塁と同点のチャンスを作ります。しかし次の打者はパワーが低いピッチャーの千賀。 DeNA はすかさず外野の守備を前進させます。するとしかも9回9イニングの試合なので、ただショートオーバーは千賀の打球破っていく、タイムリーになりました。1人帰ってきた、あっとこれがセンターがそろしている。さらにもう1人帰って、なんと千賀のタイムリー同点。前進守備の左中間を破る2点タイムリーツーベース。キャプテン不在の中、必死に食らいつきます。すると同点で迎えた6回、ソフトバンクはワンアウト三塁一塁のチャンスから、サードゴロはホームに内野安打で勝ち越しに成功。さらに1点を追加し、なおも三塁二塁の場面。一発があるバレンティンを代打で起用。4球目でした。能力もね、全て頭に入れての。すごい。全てを打ち破る代打のスリーランホームランバレンティン。今度ソフトバンク一挙5点を追加したソフトバンク。第1試合を制し、日本一に大手をかけます。まずは初戦。続く第2試合、2点を追うソフトバンク。一発出れば同点の場面。消費多いですもんね。どうだ、ライトへ。今度は一発で仕留めたぞ。いいハイの緩いボールを待っていた平山大輝で栗原ツーラン。すごいな。同点、同点、同点。勢いに乗るソフトバンクはさらに。しかし勝負とはまは。ああ、平山大輝の確信の一撃はゴールの。平山放り込んで逆転リード。グラシアルのツーラン。そして三塁二塁どうだ、全力ストレートでショートゴロ。二宮一塁送ってアウト、スリーアウト、試合終了。福岡ソフトバンクホークス、 e ベースボールプロリーグ3年目悲願の日本一。加賀谷選手がいなかったら今の自分たちは絶対ないと思うので、こういった形で恩返しできて本当に良かったと思います。キャプテンへの思いを胸に、チーム全員で掴んだ悲願の初優勝。福岡ソフトバンクホークス、 e スポーツでも日本一達成です。